し、行くよ。今日も修二君がいないってどういうことよ。そうよ、これで何日目だと。いや、俺に言わ、私の修二君を出しなさ。何言ってるのよ、修二君はあんた。なんですって。うわぁ、ちょっと喧嘩はやめてて。命令するのよ。ですから、ここはみんなで使う場所なので、一人でそんなに場所を。いつもこいつも偉そうに見てんじゃないわよ。
して半年くらい経った頃なんですが、そんな時水木先生から。へえ、さすが生徒をよく見てるね。立ちすかさん、近頃元気がないようだけど大丈夫？悩み事があるのならとおっしゃっていただきまして、それで。なるほど、それで相談をして。あ、いえ、ちょっとそういう感じではなかったですね。ただ私のアドバイスしてくれなかったの？アドバイスというより励まされたという感じ。でも先生とお話しした後はなんだかスッキリして。どうしました？先輩。僕は忙しいと言っているじゃないか。そうは言うけど、ここまで来てるってことは気になってるんだろう。な、僕はそんなつもりは。何を言い合いしてるの？お、帰ってきたな。こいつは気にしないでいいよ。さあ、ちょ。オッケー。じゃあ報告。お疲れ。報告してもらった内容からもやっぱり未来を映す鏡の。ということは、藤沢学園の七不思議、全ての謎か。部長やったね。ああ、やったな。正直卒業までにできる。これもあんたのおかげだな。ああ、駆除。僕はついでか。でも、よかったな。一つのことをやり遂げるという。部長くん、バカ、誰が泣くものか。マジか。大丈夫。やっぱりここにいた。近頃オカルト研究部。Thank you.
この忙しい時に。さあ生徒会室。しなくちゃん、九条くんの全くな、君が無理やりここへ連れてきた。なんだ
ちょうどいいじゃないか。なんだよそれ。それが何のことさか。あの時飲んだサプリってこのリストに書かれ。ちょっと待てよ。私はわけのわからない実験に使われてたってのか。やっぱりこの。どうしたの？二人して難しいか。またまた誰かのいたずらに決まってるよ。部長のも。だとしても誰がこんなことして喜ぶんだよ。謎のボールペン？そうそう、確か君がボールペンを拾ったのが廊下で、ってことは誰かが没収品の中から持ち出した人物が特定できる。ファイルを入れた人物もわかる。七海にして抑えてるな。私はいつも抑え。となると没収品に近づけた人物は誰か。千夏ちゃんいる？千夏くんはちょっと出かけてるよ。ちょっと聞きたいことがあってさ、戻ってくるまでここ。千夏くんは。違うって。ああ悪い。そういうことじゃないんだ。募集品の中に入ってたって。まあ君は気にしないでいいよ。千夏くんはたまたまそれを知ることができたって。ただいま戻りました会長。ご苦労様。皆さんが終わって。え、私をですか？あの、私のボールペンについて聞きたいんだけど。募集品の中にあったって言ってたよね。あのボールペンですか？誰の持ち物かわからなくて、特定できるデータが入っているかもし。あ、それはいいんだ。で、その時の。いいえ、空っぽだったと思います。このファイル入ってなかったんだ。確か検品が終わった募集金は千夏君の返却をお願いした。はい、松原先生へリストと一緒に返却さ。松原先生もあのボールペンが記憶メモリーになっている。すまないが僕たちは出てくるよ。あとはよろしく頼む。いた。これやっぱり。確かにそう見える。よし朝霧。これこれ、探しとったんだ。先生、ちょっとお話があるのですが。え、どうしたお前たち、そんな。お前たち、あのファイル。そうだ。教えてください先生。お前は、水木先生のファイル。水木先生。どう言えば。盗
と待ってくれ。そこから話せばいいか、正直俺も混乱しているんだ。確かに以前より生徒同士のトラブルが増えましたね。ああ、だから千夏ちゃんが。最初は気のせいだと思っていたんだ。受験なんかでストレスを感じる年頃だしな。だがある時ふと気がついちまったんだ。それはそういった生徒だからカウンセリングを受けてたんじゃないですか。ああ、俺もそう思ったさ。職員室で水木先生が席を立った時、たまたまパソコン、俺はとっさに手元にあったあのボールペンにそのファイルをコピーしたんだよ。後で確認してびっくりしたよ。まさか生徒を使って、あのファイルの入ったボールペンもそこらに置いておくわけにもいかないんでな。どっち、あのファイルに書いてあることって本当なんだ。こんなことが許されるわけがない。水木先生が悪いんじゃない。だってあの水木先生だぞ。あんな生徒思いの優しい先生がそれにだ。あれに書かれていた薬だって個人でどうにかなる。確かこの学園の資金を、アシア製薬だ。作った薬をこの学園で試してやがるんだ。かわいそうに水木先生は無理。かわいそうなの私たち。ナミ、だってそうじゃん。大人の都合で知らない間。そうだな、神楽の言う通りだ。先生に頭を下げられても解決はしませんよ。それなんだが、校長に話を聞いてみようと。あの人が知らないわけないからな。お前たちには悪い。先生の気持ちは分かったよ。じゃあお前たちも行くのか。当たり前だよ。もちろん。分かった、じゃあ行くぞ。多分校長は。ふざけんじゃねえぞこの野郎。先生、何かあったみたいです。急ぎましょう。アシア製薬から渡された薬を水木先生に指示して、お
校長、答えてください。待ってください。君たちは何か誤解。これが落ち着いていられるか。先生落ち着きな。まさか神楽に言われるとはな。そうですか。君たちがどこまで知っているのか分かりませんが、この藤沢学園が芦屋製薬から出資を受けていることは知っていますね。あの一人は、あ、すまないね。私は、あ、校長なんて肩書きはあるけど、私がなんでこんな格好をしてこそこそと隠れるようなことをしているのか。芦屋製薬に何をさせられて。エヴァロン計画、生徒を使ったドーピング薬、エヴァロン。ドーピング薬の実験？芦屋製薬ほどの企業はなんでそんなことを。エヴァロン計画を実現できれば、それほど多く考えてみてください。飲むだけで人間の運動能力だけではなく、それはまさに人類という存在をさらなる高みへと引き上げる可能性がある。芦屋製薬はその足がかりになる成分を発見。それで水木先生を使って多くの生徒たちへ薬。確かに水木先生はこのことを知っている数少ない人物ですが、彼女のため。嘘つき。水木先生が私に飲ませてた。なんだって君。どういうことですか。そもそも投薬は厳選された鍵。投薬自体は隣の芦屋製薬の研究所内で。だったらなぜ水木先生。 ASEV01 はドーピング薬エバロンの所、その1型を作ったのが彼女なのです。彼女の作った1型は効能は素晴らしく、被験者の感情を増幅させ暴走させてしまうんだ。さっきの暴れてた生徒、あの時の若葉がそれだった。さあどうする。校長、大丈夫ですか。大丈夫。私を襲った彼が薬の副作用で暴走。早く止めなくては。先ほど水木先生と遠山君が。お願いです。くそ、俺は校長を見ている。お前たちはもう。聞こえる。どうしたの。いいじゃん、持ってるんだろ。
何を言っているのかわからないわ。しらばっくれても無駄だぜ。立花さんから頼むよ先生。立花さんから手に入れてるんだろ。あの人にも困ったものね。誰だ。遠山、やめるんだ。水木先生も。だったらさ、お前たちからも頼んでくる。いつもの好青年って感じじゃないね。そんな薬なんて飲むな。体にどんな影響があるかわからない。そんなことないわ。私の一型は素晴らしい薬よ。人間をさらなる高みへと引き継ぐ。ちょっとした副作用があるからって水で薄めたような二型を作るなんて。遠山君、あなたが研究所で投与されている。これで分かったでしょ。あなたの期待している結果が出せないことは。だったら俺にも一型ってのをくれよ。俺、先生がみんな。あなたは恵まれているもの。気もしない二型を投与。私の薬は悩みを抱えている。不平等で虐げられている私の可愛い生。これを使えばみんなを救うことができるのよ。先生が生徒のことを大事に思ってくれているのなら。危険ですって。いいわ、見てなさい。みんなを救うのよ。あっ。
破。チャレンジ。暴走を止めることができたみたい。私は一型があれば救えると思ってた。だけど周りの大人たちは真剣に向き合おうと、私が生徒を救うしかない。あの人に導き、薬なんか話を聞いて、心配しないで、もう遅い。ところはだけどな。まあいいじゃん、とりあえず。それよりさ、七不思議も解決しちゃったし。そうだな。君たち3年だということを忘れてないか。さてと、
は千夏くん。私たちも部室戻ろうぜ。次どうするか。いや、またお会いすることになる。随分といい線いってたんだけどね。まだ確信に触れていないようだ。何か忘れていないかい？それは、私はこれでも君を高く評価しているんだよ。きっと言っても、くれぐれも急ぎす。Hmm.